今日大変長い作品で お疲れなところどうもありがとうございます。今ご紹介ありましたように、山本監督は73歳で亡くなりまして、ちょうど今年が40年ということで、これを機にこのような上映会をやっていただきまして、TIFFの皆さん、東京国際映画祭の皆さんに感謝申し上げます。はい、ありがとうございました。じゃあこちらにお聞きください。はい、実は山本陽さんは僕は90年代にですね、東京国際映画祭に初めて招致から派遣されて、働いた時に、当時の大映 あるいは、取締役でいらっしゃったんですかね、当時は。はい、ということで大変東京国際映画祭 の運営においてもですね、すごくお世話になりまして、まあ、こうして再会できてすごく嬉しく思っております。で、まあ、いくつかのまず私の方からこうなんかご質問したいと思うんですけど、まずこの今皆さんご覧になった白い巨塔、今日初めて見た方というのはいらっしゃいますか。あ、結構初めて見た方もいらっしゃいますね。はい、どうもありがとうございます。まあ、本当に日本映画史上 の傑作の一つと言われる作品で、もちろん今までも上映の機会はあったんですが、4K の修復版が上映されたのはこれがまあ世界初めてということなので、まあ、これから多分いろんなところ で、この、修復版が上映されていくというふうに、思いますが、まずこの映画について、お聞きしたいと思いますが、これ作られた時というのは山本さんはどのような何歳ぐらいの頃というか、どのようなキャリアだった頃だったんでしょうか。まあ、私はプロデューサーをやってるわけですけども、この映画のプロデューサーは全く関係はございませんけども、私が大学を卒業して、東京の撮影所、大映の東京撮影所で助監督で採用された時に、はい、この映画の仕上げをやっておりました。撮影はもうすでに終わっていました。それでただこの映画を作るに際して絶対自分は作るんだと言ってましたけども、うちに帰ってきて一杯飲みながらですね、いや困った困ったと、大変な、これはもう実現するかどうか分かんないっていうようなことを言ってたのがですね、一つは大学病院が協力をしないと、どこの大学病院もこの映画に協力をしないというロケ班でですね、行きますと断られるわけですね。まあ、内容から見れば分からなくはないんですけれども、ただやはりそうは言ってもこの映画の田村隆弘さんがやられた、ああいう本当に医療に一生懸命になる先生がたくさんおりまして、日大のある名前は伏せてですね、先生が私が協力しましょうということで現場について、しかも何故か私立から医療の機材から、ほとんど、まあ、指導してくれたわけなんですけど、それは、まあ、現場に入ってからの話ですけど、入る前には大変大学の協力がないということで、悩んでおりました。そうですか。これもともと原作は、山崎豊子さんの、まあ、原作があるんですが、これは山本幸男監督がぜひとも映画化したいということからこの企画が始まったんですが、どのような経緯で始まったんですか。これはですね、まあ、本人も当然やりたいと思ってますけれども、これは企業でやらなければ大変なお金のかかる作品ですので回収できないと、まあ、いうことで、動いていたようですけれども、大映の方でもですね、この白い巨塔をまあ描かしたいっていう企画部の動きがありまして、で、まあ、監督はその前に忍びの者、これも今回上映していただいてますけれども、忍びの者で大映で初めて仕事をするわけですね。あれが大映初めてだったんですね。大なんですね。で、中田さんが、中田さんといってもご承知、中田正一さんです、が、まあ、その場で監督っていうのは独立プロでやってましたから、まあ、赤い監督をやるのはやっぱり まずいんじゃないかっていうふうに重役陣がみんな反対したそうですけども、まあ、中田さんは、まあ、当たればいいじゃないか、仕事がしていただければいいじゃないかということで、まあ、大映でやることになった。その第一回作品が忍びの者なんですね。で、この忍びの者が大変当たりまして、そのこともあって
監督は大江永田さんの時代にも、10本近く撮るんですけども、はい、まあちょうどこの、白い巨塔がうまく出会えましてね、はい、こういう作品でも永田さんの方でも OK だと。あ、そうですか。永田さんの方の企画も動いていたということで、それでまあ実現したっていう経緯。あ、そうですか。一番初めにタイトルバックがあって、その後糞門がんの手術をするシーンで、はい、ピューッとお腹をメスで切開するところがありますね、あれは実は本当の患者さんの絵なんです。そうなんですか。患者さんの了解を得て、それでキャメラマンだけがその撮影の手術の現場に入って、はい、スイッチを入れて、それでスーッというカットをですね使わさせていただいた。でそれ以外の、なんですか、内臓が出てきたりいろんな検査したり、はい、あれは全部、豚ですね、はい、小豚さんの内臓っていうのは人間の内臓と非常に似てるんだそうです、それで何頭かの小豚さん、申し訳ないんですけども、ああいう形で、協力してもらったというのがございます。まあね、今でこそ実際に手術のシーンを映画に使ってくるのは当時珍しいというか初めてですか、ね、当時としてはもう、今はテレビでもいろいろ直接やってますけど、当時は全くなくて、それ自身がどうかというふうに思うような時代でございました。あ、そうですか。でこれ主演は田宮二郎さんという、まあ、当時の大演の、これこの頃からスター、もうスターだったんでしょうか、この時点で。田宮さん、私も何部か助監督で田宮さんとはやってますけども、田宮さんはこの映画で、まあこれは、まあ田宮さんもういらっしゃらないからねなんですけども、芝居で見栄を切ってしょうがないと、はあはあ、意味わかりますか。こうクローズアップで田宮さんの顔を撮ったりすると、ギュッと見栄を張るんですね。その見栄は必要ないんだってくらい言っても、うんって言ってこう力んじゃうと。いうことで監督は、うんって言ってましたけども、ただ田宮さんから言うと、この映画はいろんな映画祭で男優賞をいただくんですね。なもんですから本人としては演技派の田宮二郎というふうに俺はなったんだというふうに、晩年もずっと言ってました。あ、そうです。でもそれまでは、まあ、いわゆるこうスター俳優だったんだけど、こう演技がうまいとはあまり言われてなかったということなんですかね。まあ、どうですかね。失礼ですけれども、まあ格闘とかね、そういう、いろいろ、そうですね、犬シリーズとかね、そうですね、そういうのが多かったですから、最後の方で滝沢治さんが、裁判でずっと述べていくシーンがありますよね。あれは感心してましたね。あれああいうふうにカットでこうやってますけども、撮ってる時はずっと通しで撮っちゃうんですね、でそのね3ページあるシナリオをね全部彼は間違いなくね、一挙にずっと喋りまくった。これはなかなかねできる俳優さんは少ないだろうなっていうようなことを言っておりました。あ、そうですか。で山本さんはですが、そのお父様の映画にはなんか助監督とかプロデューサーで関われたというのはどれぐらいの頃からですか。これはね私が大学に入る直前の大学の4年の夏休みに証人の椅子という映画を作るんですね。廃棄は大学であったんですけども、独立プロの作品なんですけども、はい、でサードの助監督のサードの人が、まあ、実はノイローゼになって辞めちゃうんですね。裁判ものですから、その資料集めで、それで誰がいないかって言って急遽夏休みだったから手を挙げましたらね、なんだお前やるかって言うんで、じゃあちょっとやりましょうって言って、全く素人のカチンコ打ったりなんかしたんですけど、ただその時に2ヶ月間現場で仕事したんですけれども、やっぱり大変厳しい、現場は厳しい態度で監督は臨んでおりましたね。そうですか。なんていうのかな、予算がないってこととスケジュールの問題っていうのがありますから、これでね助監督さんと制作部の方々はね、もう本当にピリピリしてましたね。そうですか。そういう記憶があります。ただ俳優さんにはね非常に優しいんですよ。そうですか。特に女優さん、もう信じられないような感じぐらいに優しいんですけどもね、現場では非常に厳しかったです。まあそこはですね、俳優にあまり厳しくすると萎縮してこう芝居が良くなくなるとか、そういう計算もあられたのかもしれないですね。私から見ましても、まあ、監督は
一生涯のテーマとして、まあ、反戦、戦争反対ですね、それから反権力、これをテーマにして、しかも面白く娯楽性豊かなものでなくちゃいかんと、はい、ということを、まあ、戦後一貫して作り上げてきたんですけれども、これはね、自分自身の生き様なんですね。戦争前に早稲田の学生の時に軍事教練という、はい、若い方は分かるかな、軍事教練、事業に軍のいろんな、竹槍をやったりピッタリを持ったりするっていう、はいはい、そういう事業をその当時は全大学で進めてたんですね。でその反対闘争を学生が巻き起こそうということで、大熊講堂で大集会やるんですね。まあ、その時は公演と映画と、芝居ということを組んだわけなんですけど、はい、監督は映画と芝居両方に関わって、主要な役割をしてたもんですから、終わって自宅に帰ったらばですね、警察から監督のところへ来て逮捕に来ました。それでお縄を頂戴して、商船に、商船って言っても分かるかな、今の山手線に乗って高田川の警察署に2週間拘留されます。でこういう経験ですね。それから、まあ、東方に入って映画を作りますけども、戦後映画法という、はい、全く全検閲、映画人が全部登録制で、自由な映画が作れないような形になるんですけど、まあ、そういう新参をなめてる。それから33歳の時に召集されまして、それで、軍隊に行ってひどい目に遭いながら中国戦線に派遣されます。ただ中国では報道班ということでやってたもんですから、実際のドンパチはなかったんですけども、で終戦を迎えて、中国の国民軍の捕虜になります。それで半年1年近くですか、抑留されて日本に復員して、それで東方に復帰するんですね。で東方に復帰して戦争と人間っていう、はい、まあ、作品を作るんですけども、元の頃は東方、先ほどの東方葬儀がありまして、はい、来なかったのはかあなんだ 戦艦ですか、はい、軍艦だけは来なかったっていう葬儀ですけれども、それのまあ組合の先頭の一人として、まあ、黒沢さんなんかも一緒に腕を組んでですね、やってたんですけれども、そうしましたらやはりレッドパージということで、16人ですか、はい、首を切られます。まあ、こういう自分のこう青春時代からずっと生きてきた中で、やっぱりこういうことが二度とあってはいけないんだっていう思いで、自分は映画を作り続けたいんだと、まあ、実生活でもそういう態度を貫きとしてたということは、まあ、私から見ても大変立派な生き方したんだなというふうに思います。そうですね。あともう一つ、僕の方も、僕はずっと山本佐藤監督にずっといろいろ見てきたんですけど、さっきちょっとおっしゃいましたけど、まあ、非常に社会的なテーマを扱いながら、やっぱり娯楽というところを全然外してないというかですね、要するにこう難しい映画を作るんではなくて、すごくお客さんがこう見てある種、まあ、楽しめるというとちょっと変かもしれませんが、そこを完全に抑えているというところがもう素晴らしいなというふうにずっと思って映画を見ておりまして、そこの、まあ、忍びのものもね、今度ここで上映されますので、ぜひ見ていただきたいと思います。これ もちろんでかなりいわゆるこうなんていうその、まあ、いわゆるこう社会階層の話というかですね、かなりこうハードなテーマをやっていながら、やっぱり娯楽映画としてもこう一流にこうできているというのがすごいなと思って、まあ、今回上映させていただくことになりましたけど、そこはちょっとなかなか日本映画史の中でもなかなかいないタイプの監督じゃないかなと思いましたけど、まあ、本人はラブシーンが非常に不得意で、あ、そうですか、もうベッドシーンとかそうなると自分が照れちゃって、後ろを向いて良いスタートみたいなことで、大変それに関してはダメなんだそうですけども、戦前作ったお嬢さんというのと、はいはい、田園交響楽とかですね、母の曲とか、これはメロドラマなんですね。そうですね、で日本の中でもメロドラマの三大作品の一つなんていうふうに一時言われた時もあったんですけども、これまた、まあ、1000万人ぐらい当時入ったっていう大ヒットしてるんですね。でこれはね、成瀬みきおさんっていう監督の弟子なんですね、親父は。そうなんですか。成瀬さんは非常にモダンな方なんですけども、
そういう時代に自分がやはり映画の持っている面白さっていうものを身につけていったんじゃないかというふうには思います ね、やっぱりですね、その戦前 の、 そういうスタジオの映画でこうちゃんと学ばれたことというのがすごく出てると思いますね。やっぱりこの山崎豊子さん、今日の見ていただいた映画の山崎豊子さんと、まあ、これはまあ監督が亡くなった後ですけど、私が第一の子っていう映画を大阪まで行って原作権をいただきに行ったんですね。はい、でその時に山崎さんは誰が監督やるのって言ったら、監督はいろいろこれから考えます、さっちゃん先生、さっちゃんっていうのは山本幸男ですから、さっちゃん先生以外にこの映画監督できるのいないじゃないか、だから今亡くなっちゃったんだから、こんな映画皆さんには渡すわけにいかんっていうことで、まあ、断りまではいかないんだけれども、シナリオを作るまではさやらせてくださいって言って OK が出たんですね。あ、そうですか。それからさらにまた何年か経って沈まぬ太陽っていうのをや、これまた作ろうと、御巣鷹山の事件、墜落事件、JALの話ですね、これも徳間さんはもう断固やろうって言って、土井さんと一緒に組んで進めようということで、ご自宅に行って山崎さんに原作権をいただけに行ったらばですね、これまたさっちゃん先生いなくて誰がやるんですか、というふうに山崎徳さんおっしゃるんですね。だから、監督は随分山崎さん、あるいは原作者に信頼されてるのかなというようなことを感心しました、そうですね、でもう一つその、作家の石川達三さんという方はご存知かと思うんですけど、この石川達三さん、金環色という新しい題材ができて2作目を金環色倒産で拝見してもらうんですけど、これも 大ヒットした作品なんですけど、これは政治を荒く描く、政治の世界を描く作品ですけど、これは私は直接プロデューサーじゃないんですけども、原作権を石川さんのご自宅にいただきに行きました。あ、そうですか。そしたら石川さんが、山本監督なども全面的にお任せするから、ぜひ映画作ってくれって言ってくれと、言って、石川さんは青春の砂鉄っていう、まあ映画があったんですけど、熊代さんが映画化したんですね、その作品の台本を持ってきましてね、こう見てくれって言うんですね、そしたらもう真っ赤にいろいろ細かい字で書いてあるんです、これ全部自分がシナリオに注文をつけた部分だと、このぐらいに私はシナリオにうるさいんだけど、山本監督がやるなら一切お任せするということを、まあ、即座に言っていただいてですね、その後私は組合の委員長を昔やってたもんですから、その労働争議の再建の戦いについて、長々といろんな質問をされたっていう記憶がございます。あ、そうなんですか。そういうふうに石川さんにしてもやはり監督を信頼してたんだなっていうふうに思います。そうですね。まあね、もちろん社会派映画でありながら、こうそういうある種 その金環色みたいに、こうなんかすごく政治とか、あるいはまあ財界とかですね、そういった人たちを描いて説得力のある監督ってなかなかいなかったような気がしますよね。あとまあ僕の好きな映画だと傷だらけの賛歌という映画があって、まあ、見るとすぐに分かる某実際の鉄道大手 の会社のかなり内紛の話なんですよ。これとかもすごいこう迫力で説得力あるし、なんか今もなかなかそういう人いないですし、なかなかそういう監督が今いなくなったなというふうに感じてます。はい、というところで、すみません、時間がすみませんなくなったみたいで申し訳ないです。まあ、いろいろお話聞きたいところだけど、大変申し訳ないですが、以上で終わりますが、で、まあ、忍びのものもありますが、他の作品もですね、よく山本さんとかが上映されておりますので、ぜひとも一本でも多く皆さん見ていただいてですね、まだ見てない方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に日本映画界のですね、宝のようなすごい作品がたくさんありますので、ぜひ継続的に見ていただければと思います。どうもありがとうございました。